中川博士は、日本の言語学者、アイヌ語研究者、千葉大学名誉教授、神奈川県横浜市神奈川区出身。1974年、東京大学文科3類、入学。1978年、東京大学文学部言語学科卒業。1981年東京大学大学院、人文科学、研究科言語学専修課程中途大学。 東京大学文学部言語学講座助手、千葉大学文学部講師、助教授を経て1999年同学部教授、人文社会科学研究課長などを歴任する。2021年、同大学名誉教授。東京大学在学中から、北海道内で、アイヌ語を再録。アイヌ語、アイヌ文学の研究、教育に従事。1995年、 アイヌゴチトセ方言辞典を中心としたアイヌ語、アイヌ文化の研究で、近代地京介博士記念賞を受賞。2020年文化庁長官表彰。週刊ヤングジャンプ連載の漫画、ゴールデンカムイでアイヌ語、アイヌ文化の監修を行っている。アイヌに関する設定の細かい部分についても相談を受けている。ABC、広がる、北方研究の地平線。 中川博先生関暦記念論文集、中川博先生関暦記念論文集、観光委員会、札幌堂、書店、2017年6月30日、197ページ。名誉教授大学案内、国立大学法人千葉大学、千葉ユニバーシティアイヌ語発音講座紹介、等新伝詩版、近大地京介博士記念賞受賞者一覧令和二年度文化庁、 長官表彰名簿、鹿の脳みそも食べた、人気漫画、ゴールデンカムイの作者のこだわりとアイヌ語研究者、中川博士研究とエンターテインメントの相互作用。ありがとうございます。